篠塚義男9月15日から1945年9月17日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将、小蔵衣、組等高2級。東京府東京市出身。熊本地方幼年学校、中央幼年学校、陸軍士官学校をいずれもすべて主席で卒業した、日本陸軍史上最大の秀才だったが、 陸軍大将に進級できず、終戦後に自決した。陸軍士官学校第17期、陸軍大学校第23期。官報によると、陸士の同期には、松村誠院、飯田貞方、鈴木重康、東条秀樹、江橋英二郎、小木須隆平、高級、厚志、渡り久尾、公爵、前田敏成、岩松義夫等、 そうそうたる人物が名を連ねている。遺憾時代、不評第一連隊長だった、宇都宮太郎と親しく交流し、宇都宮日記に名が見える。日中戦争勃発後、1938年6月、第十四団長、1939年9月には、第一軍司令官として、中国大陸を転戦、1941年6月には、 軍事参議官となる。終戦後、1945年9月17日に、自決した。墓所は、青山霊園1位マイナス10にある。連隊長、宇都宮太郎大佐、千人将校、梅津吉次郎。ありがとうございます。